ありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎ゼファー400イエローボールのご紹介となります。こちらですね、イエローボールしっかりとねニューペイントされた、ね、車両となっております。非常にねコンディションのいい車両で、今でもね川崎のクーレー4機とネイキッドねになっている1台となります。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずヘッドランプですね。ゼファーといえばですね、丸め一眼のヘッドランプとなります。大きな、ね、レンズ割れ、メッキ部分の、ね、大きな錆び腐食、ね、そういったものございませんね。メーターカバーですね、こちらも転倒による大きな、ね、ケース割れなどございません。そしてウインカーですね、こちらもスペー折れや、ね、レンズ割れもちろんございませんね。はい、足前です。フロントオークで、大きな、ね、点錆や白錆、そしてオイルにじみなど、ね、ございませんね。アウターも、ね、転倒による大きな傷、そういったもの特段ございません。フェンダーです。こちらもね、店頭による大きなフェンダー割れ、塗装剥がれ、そういったものもね、見受けられません。はい、そしてね、ホイールです。はい、この年式ではね、5本スポークのホイールとなります。大きなね、ガリ傷、曲がりございません。ブレーキ、ダブルディスクですね、サビ腐食、キャリパー固着、そういったものもね、見受けられませんね。はい、では最後までエンジンです。はい、空冷4気筒のエンジンとなります。ヘッドからの大きなオイルにじみ、キャブレーターからのガソリン漏れ、そういったものもございませんね。この当時はね、エンジンの色、このような、ね、色でね、発売されておりました。はい、ポイントカバー、クランクケースですね。こちらも転倒による大きな、ね、傷、削れ、そういったものもございません。フレームですね、こちらもね、転倒による大きな傷などございませんね。サイドカバー、こちらもしっかりと装着されております。ステップです。川崎オリジナルですね。転倒による大きな、ね、削れ、曲がりございません。そしてマフラーです。こちらもね、川崎オリジナルマフラーです。転倒による大きな、ね、傷、そういったものございませんね。はい、ではリア足回りです。フロント同様ね、5本スポークのホイールです。大きなガリ傷、曲がりございませんね。ブレーキもね、錆腐食、キャリパー固着などございません。はい、サスペンションもね、当時のサスペンションのままですね、大きなオイルにじみなどね、ございませんね。はい、ではリア回りです。はい、フェンダー付きでですね、オリジナル状態キープですね。はい、ではシートです。はい、こちらもね、大きな破れ、切れ、ございませんね。はい、タンクです。はい、こちらね、イエローボールにね、仕上げられたタンクです。大きなへこみ傷、ございませんね。非常にね、しっきりに仕上がっております。タンク内ご紹介いたします。はい、こちらもね、大きな錆腐食ね、出ておりませんね。はい、ではですね、エンジン始動いきます。はい、では、吹き上がりいきます。このままですね、またさらなるカスタムを目指してもいい車両だと思います。ぜひ、ゼファー400を探しの方、お問い合わせをお待ちください。